ついにケプラーのデビュー日が決定しました。はい、おめでとうございます。はい、12月14日にデビューということで、いよいよだね。いよいよですね。あっという間よ、きっと。本当なんかもう最近年取ったら日経つのが早いですから。早いもん、明日よ明日。もうほんとすぐ来ると思います。14日は体感言ったら明日よ、もう本当に秒で来ると思う。で、あの写真がねもう出てますけど、コンセプトフォトが、ケプラーの話をしたかったんですけど、コンセプトフォトがね9人揃うまでちょっと待ってました、うん、でさらにママに出るというニュースが入ってきました、ね、ママ大好き芸人じゃないママ大好き YouTuber、 そう、ね、ママ大好き YouTuber としては、うん、もうやったっていう感じよね。やったですよ。今年のママは本当すごいですね。日本でやってくれよ遠征するよ本当に見たい。でも楽しみです ね、もう11日ですから。だってさ、もう、うん、この人も、あ、この子たちも、うん、ってもう大忙し、大忙しだよね。もうワクワクが止まらない。本当ですよ。デビュー日より前にママに出るから、うん、デビュー曲聴けるってことですよね。そうだよ ね、おーおーおーだけやるとかないでしょ。あ、それはないですよね。デビュー曲先行パフォーマンスみたいなのやるってことですよね。そうじゃない、きっとね、うん、だから楽しみですね、うん、コンセプトフォト出る前にね、あの雑誌のちょっとメルヘンな、うん、あの写真が出て、みんな一旦ざわつくっていう。なんだこれっつって、ケプラこのコンセプトで行くのかっつってみんながすごいざわつくっていうね。私も一回ざわつきましたけど、なんか受け入れようとしましたね、私ね。私中の合成かと思ってなんか、あ、そっか、ケプラーがこれで行くって言うなら、うん、受け入れるって一回思いましたなんかわかんないけど、うん、これもいいと思うよみたいな感じで、ちょっと一回閉じる的な感じだったと思うあんまり詳しく見なかった。あ、そうですね、つってちょっと流した、うんうん、ね、で一人ずつのなんかバツッとガールクラッシュの方のやつを見て、はい、で、おお、これも雑誌なのねっていう、うん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 、って言葉ってなったよね。ね。だからガールクラッシュじゃない感じで。ない。ね。正式なコンセプトのビジュアルは、うん、結構ガーリーな感じで来ましたね。ね、一番来てほしかったやつ、私としては。うん、もう、よそ様は知らないよ。もうそんな。いいですよ。私は、はい、私は、もうこれがもうベスト。ベストですね。かわいい。こういうのがいい。とにかくかわいいですよね。うん、ちょっと一人ずつ、うん。そう、一人ずつ行きましょうか。言いたい。じゃ、まず、ユジンちゃん。だから、年齢順に出たね。あ、そうですね。写真もね。ユジンちゃんさ、これちょっと、エクステつけてるよね。あ、そうそう、そう思います、ね、うん、ちょっとロングになって、うん、これはジバンシーかな。そうね、ナチュラルメイクでいいよね。あ、ユジンちゃんっていつもナチュラルメイクですよね、うん、結構ね。でも可愛いんですよ、うん、似合ってる。だからいい、結局なんかどんな顔してんのって分かるぐらい濃いメイクよりはそうですね、うん、これがいい、うん、でユジンちゃんスタイルいいからこれ似合ってるな、ちょっと細くなっちゃったんじゃない。大丈夫、ちょっと忙しいからかな。すぐ私もう痩せちゃった警察だからパトロール来ちゃうから痩せちゃった人に厳しいですよちょっと痩せちゃった人に厳しいよ、ちょっと痩せたっつってあのタマさんの髪切ったぐらいのあの頻度でちょっと痩せたっつってすぐ言いますよねそう、センサーすごいね、うん、ちょっとでも痩せたかもしれないでしょ。確かに、うん、言われてみるとで、ね、もう横からだとみんなペラペラだから、ね、ちょっと横はね心配させちゃうから、ね、な、ね、真横の写真はちょっと控えてほしい内臓収まってんのかなと思いますよねみんなぺったんこすぎて、どこに入ってんだろうね、本当に不思議だ、不思議。でも可愛い、似合ってる、うん、ね、シャオティン、シャオティンちょっと座ってね、ちょっとあのスネークを思わせる、あ、やっぱそうですよね、ポージングでスネークですよね、うん、で私ねちょっとこの座ってるの見て、あれこれ最近見たなと思ったんですよ。見た、私も思った。思いました、思った。フープリですよね。そうそうそう、川北麻衣子がさやってた見本見せてた、焦点川北麻衣子じゃんと思ってこれフープリ見てる人は分かると思う。分かると思うね、うん、まさにですよこれやったら褒められるから、これそうそうそう、チャレンジしたっつって、そう、あのファッションの鬼に褒められるやつ。そうそうそう、いいじゃん、ストレートで。髪の毛ストレートって珍しくない？ああ、そうですね、うん、割といつもふわふわしてて、うん、でもなんかこのふわふわのニットが似合うな。本当だ、かわいらしい。背中出て、いいですよ、寒い時は気をつけてお腹冷やさないでねっつってね、びっくり腰になっちゃうから私だった腰冷やすと思う。腰はね、うん、温めた方がいいよっつって。で、マシロちゃん、マシロちゃんちょっと服のテイストがお二人と違いますけど、ね、すごい激ミニじゃないこれ。あ、本当だ、ちょっと黒入って、うん、マシロちゃんのこのメイクも好き。うん、メイク全部いいですよね。ただ可愛い、もうマシロちゃんっていう感じじゃん、うん、持ってるもののさ、ああいけてるやつ全部生かしてくれてる。マシロちゃんの顔、素材を生かしてますっていう。そうそうそう、素材を生かしてくれてる、うん、で、やっぱりマシロちゃんって可愛いから、うん、この衣装いいですよね、可愛い系で。いいね、バシッと決まってる、いい顔してるわ、うん、本当に。こんな真正面から写して可愛い人いますかね。すごいね、あんまいないですよね、うん、素晴らしい、素晴らしいですよ。そしてチェヒョンちゃん、ピンクになりましたね。ね、うん、ピンクでもさ、これより今日の V ライブの方が
可愛いピンクに見えた。あー、なんだろう、ちょっと色変えたんですかね。うん、そうですね、これだと割と私があれなのかな、茶色いんだよな画面が。あら端末の問題。あのさ、あのブルーライトカットにしてるから。なるほど、目に優しい。そうそうそう、わかりますよ。10時からそれになるの。はいはいはい。夜の10時から。もうちょっと優しいタイムに入っちゃったな。そうそうそう、だから今ね、うん、完全に茶色なのよ。あ、だからちょっとオレンジだなって思うんだけど違う？こうですね。今ね、私の携帯で見せてます。はい。もっとピンクだ。全然ピンクだ、うん、ほら。あ、違いますね、色がね。結構ピンクですよね。ね、かわいい。うん、かわいい。ね、ピンクに合う。すごい良かったと思う。まあ、色白ですからね、ちひょんちゃんね。ピンクがとっても似合う。うん、なかなかみんながみんな似合う色じゃないですからね、うんうん、ふわふわでチェヨンちゃんもベレー帽結構定番になってきましたね、うん、似合ってる。あ、そしてダヨンちゃんはちょっとね、みんなと金髪カットの感じが、ね、今日の V ライブもガチッと金髪だったよね、うん、でもこの時ちょっと色入ってるように見えますけどね。そうだね、抜けたんじゃない、色出たんじゃない。ああ、なるほど。あの2回ブリーチであれになるじゃん、うんうんうん、その後に入れたんだろうけど。ああ、なるほど。だからまた本番また入れてくるんじゃない、あの色だったらガッともっと違う色入れる可能性もある、ね、はいはいはい、あ、デビューステージの時はってことですよね。そうそうそう、ママの時とか、うんうん、入れてくる気がする、うん、ダウンちゃんの服はどうなってんでしょうねこれね。これ今流行りのあの上だけよ。あ、上だけのやつか、うん、あの袖のみみたいな。そうそうそう、もうスーパー丈短いやつですよね。そうそう、スーパー丈短い、うん、あれ流行ってますね。流行ってる、美人だね、うん、ダウンちゃん綺麗だね。ね、可愛いですよね、うん、大人っぽい感じで着てるじゃない。うんうんうん、ヒカルちゃん、ヒカルちゃん可愛らしい感じで着ましたね。ヒカルちゃんいいね、うん、このちょっとさ、もう好きの、あのかっこ可愛いみたいな感じで着ましたね。かっこ可愛い、うん、リボンつけてるけどちょっと強めな感じっていうの、うん、だからうまい、うまいですね。うまい、うまい。ヒカルちゃんのね魅力をね出してる、すごい、うん、でね、メイクがナチュラルでいい。そうなんですよ、ヒカルちゃんは絶対いいね、ナチュラルメイクがいい。 それはね絶対ですよ、うんうん、ね、これ覚えてほしいな。このメイクいいですよね。いいよ、だからね、うん、気にしちゃってんだろうけど、いろいろ、はい、もうね、まんまが可愛いから、絶対そう。ヒカルちゃんはもういやいややらないで、うん、あの寝起きミッションが最高だったじゃない。寝起きミッションが一番可愛かった。そうそうそうだから、ね、それを感じさせるメイクでいってください、これからも。本当、バヒエちゃん可愛いね。バヒエちゃんやっぱビジュアル担当ですね。うん、すごいわ、いいわ。冬の K-POP ではおなじみのツイード素材ですよ。うん、いいね、うん、かわいいね、うん、ネイルもかわいいね、ピアスもかわいいんだよ、ね、あ、本当だ、なんかかわいいピアスしてますね、うん、ハートのね、うん、かわいい、このコンセプトいいわ、いいですね、うん、デビューステージの衣装もこんな感じでいってほしいな、ね、うん、いろんなパターンをやるのかもしれないけど、ね、あ、まあそうですね、うん、でヨンさんはちょっとまたテイストが違いますよね。カジュアルだね、うんうんうん、もう合ってる、でメイクがナチュラルでいい。あ、そうかも、まあ、全体的にナチュラルだからいいんだけどね、うん、そうそうそう、もうとにかくいいんだよこれが、うん、これがベストですよ、よくやった、ね、こうクールな感じで、うん、いいですね。で最後にイエソちゃん、もうイエソ様って感じですね、優勝イエソ姫って感じですよね。ちょっと優勝じゃない、うん、今回可愛くないですか。すごいよね、すごい、もうリボンついてますよ、衣装も完璧だし、うん、なんかポージングも完璧だし、うん、前髪もいいし ね、うん、ねウェーブになって、うん、もう優勝だな、今回優勝だな、今回イエソちゃんが優勝ですか、うん、イエソちゃんだな、私は。可愛いですねこれね。で私たちね、あの割と前髪こう分ける派なんですね、そうそうそう、イエソちゃんのね、パッツンじゃない方がいいの、そうそうそう、下ろさない方が好きなんで、うん、いいですよね、うん、とにかく全体的にいいな、よかった、うん、本当によかった、これ期待できますね、うん、だけど可愛い感じだけど、うん、なんかインタビューでどんな曲、デビュー曲どんなのって言ったら、意外とちょっとこうパワフルとか、うん、そうですね、ガールクラッシュとも言えるし可愛いとも言えるとか、うん、パワフルでエナジー溢れてますとか力強いとか、うん、そういう話もあるみたいなので、そうそう、ダークでもあるし可愛いとかね、うん、だからまあ可愛い可愛いではなさそうですよね、うん、エナジーもあるとか、うん、弱い気持ちは消えて強い気持ちになりますとか、あれじゃない、またミックス、あ、曲編変わる、あれ違う曲になってるみたいなやつよ、うん、ケプラってダンス上手い人が圧倒的に多いじゃないですか、うんうん、だからやっぱゴリゴリに踊ってほしいなっていうのをすごい思ってて、そうね、踊ってほしいね、そう、もうこんなにダンス上手い人が揃ってるグループはなかなかないと思うんですよ、うんうん、もう誰がメインダンサーなのっていうぐらい揃ってるじゃないですか、うん、上手、だからやっぱね、
踊ってほしいですね。踊ってほしいね。でまたなんか12時にまた何か公開があるっぽいですよね。カウントダウンがあったから、12時またまた新たな情報があるのかなっていう感じですけど、 V ライブもね結構ユニットごとでやってくれたりとか、いろいろもう本当に供給が最近多いですよね、すごい楽しんでる、ね、毎日毎日ちょっと楽しみながら、でね、みんな楽しそうにゲームやったり、なんかコミュニケーションが取れてるし、なんか新しいゲームも見れてるし、とにかくあ元気よかったって思った。元気よね。そう思いました。ガタガタじゃない感じがするから、元気そうですよね、大事にされてるのかなっていうちょっと安心してる、バヒエちゃんも元気だし、そうバヒエちゃんがね元気そうなのがちょっと安心しました、これからも楽しみながら追っていきたいと思います、とりあえず12時またもう待つっていう感じね、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。てるてるはツイッターもやっておりますので、そちらの方のフォローもよろしくお願いします。